三つ星レストランにては、モンティ・パイソンが、テレビシリーズ、空飛ぶモンティ・パイソンで放送したスケッチである。第一シリーズ第三は、遠くから異なる種類の木を見分ける方法で放送された。現代は、ダーティ・フォークであるが、英語圏では、より端的に、レストランスケッチとしても知られている。このスケッチには、パイソンズのスケッチとしては初めて、 登場人物に聴衆がブーイングするシーンが含まれる。後に映画、モンティ・パイソン・ナウで再演された。エンターテインメント・ウィークリー誌では、このスケッチがパイソンズのスケッチ中18位にランクインしている。イングランドにおいては、このスケッチが教育カリキュラムプッシュのキーステージよ用に公認の教材として用いられている。高級フレンチレストランで、一組の男女が人用、 楽しんでいる。二人はフォークが少し汚れていることに気づき、チャップマン演じる男性客は、ウェーターを呼び止めて交換してほしいと丁寧に頼む。呼び止められたウェーターのガストーンは、フランスなまりでこれ以上ないほどに謝り続け、ついには旧次長のジルベルトがやってくる。ジルベルトは席へやってくるなり、洗い場のスタッフを全員解雇するよう命じ、すぐに、 この件を支配人に伝えるようガストンに言いつける。彼はさらに、フォークの汚れへの剣をから震え上がる。呼ばれてきた、支配人はジルベルトに落ち着くよう言う。彼は二人のテーブルに座り、フォークについて、謙遜し、深く、心から謝罪する。支配人は、レストランのスタッフの苦労話を話しているうちに、気持ちが高ぶり、席を切って涙を流す。 そこに料理人のマンゴーが現れ、支配人のような弱い人になんて仕打ちをするんだ。と二人を怒鳴りつけ、テーブルへ持っていた包丁を振り下ろす。隣にいるジルベルトは、戦争の古傷が痛み出したと訴える。支配人は、これでおしまいだ。と叫びながら、客の訴えた汚いフォークで、自分の腹を刺し、地面に倒れ込んで死んでしまう。 マンゴーは包丁を男性客の頭上へ振り上げ、あだ打ちだ。と叫んで彼を殺そうとする。ジルベルトはマンゴーを止め、お客様を殺すんじゃない。とさとしたところで、戦争の古傷が元で死んでしまう。マンゴーは再び包丁を振り上げるが、ガストンが再登場して、マンゴーが男性客を殺す前に飛びかかる。その後、それでは、オチです。とのキャプションが画面に流れ、 男性客のワンショットに切り替わる。男性客は汚いナイフのこと言わなくてよかったなぁ、とカメラに向かって述べ、監修はこの言葉にブーイングを行う。このスケッチは1971年のモンティパイソンナウで再演された。ジョーンズの演じるウェーターの名前は元のガストンからジュゼッペに置き換えられている。アンドナウ版にはラフトラックは収録されておらず。 チャップマンが、オチのセリフを述べた後、すぐに次のアニメへつながる。また、チャップマンの述べる、オチのセリフは、元のラッキー・ウィー・ディドゥント・セイ・エー・ニシング、アバウト・ザ・ダーティーナイフから、ラッキー・アイ・ディドント・テル・ゼム、アバウト・ザ・ダーティーナイフへと死語が変更されている。また DVD メニューで確認できる放題は、三つ星レストランにてだが、チャップマンは、セリフ上、レストランが、 5つ星だと述べている。なおテレビシリーズではレストランは三つ星とされている。ここではテレビ版の登場順に記載する。このスケッチにテリー・ギーリアムは登場しない。このスケッチはパイソンズのオチに関する考えを反映している。彼らは活動を始めいる際にスケッチからオチを廃することを決めた。彼らのスケッチは 唐突に終了するか、キャラクターが何てひどいスケッチだと吐き捨てて立ち去る、という終わり方をする。これについて、ライブアットアスペンで、テリー・ギーリアムは次のように説明している。このスケッチでは、チャップマンの言うおちは、意図的にあまり出来の良くないものにされている。ありがとうございます。